アートアンサンブル・オブ・シカゴは、アメリカ合衆国シカゴ出身のフリージャズバンド。多楽器主義を掲げ、ステージ上に膨大な数の楽器を並べて、それら全てを演奏することで知られる。シカゴのアフリカ系アメリカ人音楽家による、自助組織、オクムのメンバーにより、全身バンドであるロスコー・ミッチェル・セクステッドが1966年に結成され、1968年にレコードデビュー。 その後、メンバーチェンジを経て、ロスコー・ミッチェル・アート・アンサンブルとして活動し、1969年から1971年にかけてパリを拠点に活動。この頃にアート・アンサンブル・オブ・シカゴと改名して、ブリジット・フォンテーヌのアルバム、ラジオのようにの制作に参加。そして、ドンが加入してからは、20年以上にわたって同じラインナップで活動する。 1974年、初の日本公演を行う。1978年には ECM レコードに移籍し、知名度をさらに高める。1980年代後半には、日本のレーベル大和と契約。移籍第一作のエンシェント・トゥ・ザ・フューチャーは、多くのカバー曲を収録。セロニアス・モンクに捧げたトリビュートアルバム、セロニアス・スフィア文句・モンクでは、 セシル・テイラーと共演し、ドリーミングオブマスターズ組曲と並行して制作された。この制作時期に来日公演を行い、ライブア at 東京ミュージックジョイ90も残している。これらの作品が大和レーベルにおける最後の作品となり、自作は自らが設立したレーベルイーコレコードに戻って発売された。1993年にジョセフが脱退。 残された4人は、1998年に、アトランティックレコードから、カミングホームジャマイカを発表するが、1999年、レスターが死去した。2001年9月、レスターへのトリビュートアルバム、レスターボーイに捧ぐを録音し、2003年に発売した。ECM レコードにおける録音は、サードディケード以来のことであった。自作。 リユニオンからジョセフがバンドに復帰するが2004年にはマラカイも死去。バンドは新たなトランペット奏者とベーシストを迎えて活動を続けた。担当楽器も合わせて記載。A.B. 添島テルヒと現代ジャズの潮流ピアニッシも25から28ライブアルバムアーバンブッシュメンのクレジット参照。他の作品ではさらに別の楽器を使用するケースもある。 ありがとうございます。